小西博之議員はとことん敵を作るのが好きなんですね。そしてことあるごとに法的措置を検討すると。 いや、事実無根のことを言われて批判されるときに訴えるのは正しいのですが、小西さんは度が過ぎてるな。皆さん、こんにちは、ハにです。本日は2021年5月の27日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、政治家が一般人に対して法的措置を検討すると何度も発言していること、大丈夫あかんやろ。やりすぎたらむしろ小西さんが訴えられるよということになります。この動画では、河野太郎大臣の行動 に対して噛みついた小西博之議員のトラブルについて少し見ておきたいと思いますので最後までお楽しみくださいそして小西さんに対してエールがある方はいないでしょうから文句がある方はぜひチャンネル登録高評価の上ぜひコメント欄で文句を教えてくださいでは今回の目次はこちらです で、先に前提の話を確認しておきましょう。こちらは NHK5 月21日の記事ですね。見出しは、キャンセル出たワクチン破棄せず有効活動、河野規制改革大臣ですね。以下、一部引用です。新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、河野規制改革担当大臣は閣議の後の記者会見で、キャンセルが出た場合などの対応について、自治体の裁量で有効に活用し、 批判を恐れてワクチンを破棄することがないよう改めて求めた上で批判があれば私が責任を取ると述べました。この中で河野規制改革担当大臣はワクチン接種で当日のキャンセルが出た場合などの対応についていくつかの自治体などで接種券がない人には打たないと誤った指導をしているところがある。接種券のある、なしに関わらずしっかり記録を取れば良い話なので破棄されることがないようしっかり対応してほしいと述べました。 で、こちらはキャンセルされたワクチンの取り扱いについて、河野大臣が改めて具体的に説明をされたものとして考えられているんですね。河野大臣によれば、誤った指導がワクチンがキャンセルされた時に行われていたということなんですね。まあ、しかもある意味意外かもしれませんが、接種券がなくても接種できるということなんですね。そしてこの発言通り、このような事務連絡が発せられております。こちらは5月25日付の事務連絡ですね。 以下、一部引用です。新型コロナワクチンの接種予約がキャンセルされたなどの理由で余剰となったワクチンについては破棄することなく効率的に接種を行うこと。その対象者については各自治体において地域の状況を踏まえ幅広い対象を検討することとし、また接種券を保有しないものについても対象とするなど、柔軟な対応を検討し判断すること。以上ですね。 で、この事務連絡のおかげで、実務において実際に良い傾向が出ているようです。例えばある地域などでは5月21日の河野発言の段階では、河野大臣が言ってるだけだから、やはり接種券がないとダメという扱いだったところがあるそうです。まあ、いくら大臣の発言だとしても、お役所的には昔からの慣例通りの形で伝えてもらえないと困るということなんでしょうかね。何かあった時に責任を取らされかねないというのもあるのかもしれませんね。しかし、実際に 25日の事務連絡があった後は河野大臣の発言通り接種券がなくてもキャンセル分について柔軟に対応可能となったということですねしかしこの件について噛みついたのが立憲民主党のエース小西博之議員ですねこちらは5月25日午後8時25分の小西議員のツイートですね ワクチンが余った時の対応の指針を今頃出すことがおかしい。このようなものは何ヶ月も前に出しておくべきものだ。何をやっているのか。そんなこともわからないのだろうか。以上ですね。 で、この小西議のツッコミはそもそもこの段階でおかしいんですよね。思い出してほしいのは先ほど紹介した NHK の記事でもあるように、河野大臣はこのように発言したとされてましたね。すなわち、河野規制改革担当大臣はワクチン接種で当日のキャンセルが出た場合などの対応について、いくつかの自治体などで接種券がない人には打てないと誤った指導をしているところがあると述べました。 まあすなわち河野大臣からすればそもそも自治体が誤ったことをしてたという立場でありしたがって確かに25日事務連絡で「手引きの改正について」という記述がありますからやや気になりますが誤って運用されないために表現を改める。 考えるべきでしょうしかし小西議員はそもそも「指針を今頃出すことがおかしい」としてもっと前から出すべきだと河野大臣を批判しています。まあ、そのため以前もうちのチャンネルでご紹介したことがありますが元官僚であったユーチューバーおもちさんが小西議員のこののここツツイイーートトに対してこのようなリツイートを送りますこちらはおもちさんの5月25日午後8時52分のツイートですね。 批判が雑すぎます。ワクチンの余剰が発生した場合の対応は、すでに3月12日に国が自治体に示したマニュアルに記載があります。今回の通知は現場の声を踏まえ、マニュアルの該当箇所をさらに具体化するものです。マニュアルを出した際にもっと具体化すべきと言っていたならまだしも、そうでなければただの後出しじゃんけんにすぎません。ですね。この重さの指摘は、その通りですね。という印象を私は持ちましたね。まあ、 これまでに政府側が出したマニュアルが分かりにくかったと言っていいでしょう。接種券がない人を一律接種禁止と思い込んでいる地域があるので、5月25日の事務連絡では表現を変えたということですね。まあ、従って小西議員の言うような、今頃指針を出したという批判はおかしいという話でしょう。自治体が誤解してたという話ですから。まあ、実際お持ちさんが引用しているマニュアルでも、キャンセルの生じた枠で接種を受けられるのは 接種券の送付を受けた対象者とすると書いているので、ここだけ読めばまるでキャンセル文については接種券がないとワクチン接種負荷と読めますが、その直後にそれでもなおワクチンの余剰が生じる場合には自治体において検討いただきたいと書かれています。 まあ当然、接種券を持っている人の話をした後に、それでもなおワクチンの余剰が生じるときの話をしているわけですから、この場合、自治体が検討するべきは、接種券がない人へどうするかでしょもちろん、接種券がないものも対象者にすることとまでマリュアルに書いてないので、私たちにはわかりにくい文章となっていますが、少なくとも元官僚のお持ちさんは、これで十分に接種券がなくても接種は可能と読めるとおっしゃっているのでしょう。 ちなみに実は首相官邸では4月13日午前11時10分の段階で接種の予約のキャンセルなどにより余ったワクチンについては無駄にしないよう他の方への接種をお願いします。まずは接種券を持っている高齢者、接種券を持っていない高齢者、それ以外の方といった順序で自治体においては柔軟に対応をお願いします。 市区町村をまたいでのワクチンの融通も可能ですと発信しています。したがって5月21日もしくは5月25日の段階でマニュアルについての会社が変わったということではなく少なくても4月13日の段階でキャンセル分は接種券を持ってない高齢者への接種も可能となっています。 まあこの表現が現場に接種券を持ってきてない高齢者というように解釈する余地がある気もしますが、すなわち接種券を発行されているが現場に持ってきてない高齢者とも読めそうですが、通常接種券を高齢者は持ち歩いてないでしょうから、そのような解釈は難しいのではないかと私は理解しています。そして何より、そもそものマニュアルのそれでもなお以降を考えれば、 先ほど示したように、接種券を発行してないものに対しても、キャンセル分は一応接種可能と解釈すべきでしょう。まあ、ですから繰り返しになりますが、問題となっている5月25日の事務連絡は、小西さんの言うような指針を今頃出したというものではないと思います。 しかし、小西さんは知ってか知らずか、このような発言を続けます。こちらは5月26日、午後10時54分のツイートですね。お持ち氏は、接種キャンセル時の政府見解について、マニュアルをさらに具体化するものと私を批判するが、具体化などではなく、撤回、上書きというべきものだ。最悪の失勢だ。3月12日、キャンセル枠で接種を受けられるのは、接種券を受けたものとする。 5月25日、接種券を保有してない者も,も対象にする。以上ですね。しかし先ほども言ったように、この解釈だと3月12日段階のマニュアルの接種券を持っている人が対象。それでもなお余るときにはという言葉の説明がつきません。 そして加えて先ほど示したように、4月の段階で少なくとも接種券を持ってない高齢者にはワクチン接種可能と書いているので、小西議員の言うような解釈は無理でしょう。しかし小西議員はこれに重ねて次のようなツイートをします。5月26日午後10時59分のツイートですね。先ほどのツイートの直後ですね。 お持ち氏は元霞が関勤務だそうから、こうした行政文書の内容について理解できるはず。それをごまかして、批判のための批判を行うのは、誹謗中傷に他ならない。前回の虚偽などの誹謗中傷を含め、次回は必ず法的措置を取る。税金で養ってもらった元官僚なら、国民のため、安倍・菅政治と戦っていただきたい。以上ですね。 ああどうでしょう。少なくとも私には小西氏の解釈が間違ってるように思います。少なくともマニュアルの文言と小西氏の解釈は矛盾してると思いますので、おもちさんの解釈の方が正しいと私は思います。ただ、先ほどのおもちさんのツイートを小西さんは、誹謗中傷と言って法的措置をちらつかせる。 お持ち氏は、自らの解釈を説明した上で、小西議員の批判は雑、後出しじゃんけんだ、と表現しただけですよね。それについて、一体何の法的責任を取らせようと思っているのか。 ちなみに告訴する気もないのに相手を脅す目的で告訴すると通知した場合にはこれは耐震判例で脅迫に当たるとした判例があります法的措置を取るという小西の表現が告訴の通告と言えるかどうかはよくわかりませんが少なくとも小西氏のこの発言はお行儀が悪いと思いますねあ、ちなみに小西氏が書いてる前回の虚偽などのというのは質問収集の話ですね 国会会期末に大量の質問収集書を小西議員が出すために官僚が困ってしまうという話をした時の件です。まあ、詳しくはこちらの方の動画を確認ください。詳しく説明していますので。小西さんがお持ちさんに法的措置を取る云々と語ったものですね。それも。で、小西氏はお行儀が悪いでしょう、うこれは。 もしかしたら先ほどのマニュアルの解釈は小西氏が正しいのかもしれない。私には理解できない解釈ですが、しかし、解釈が違うことを言って、自分を批判してきたお持ち氏に対して、法的措置を取ると脅すのはどうなのでしょう小西氏は、この春にも週刊文書に対してやはり法的措置を取るという話をしていますね。こちら4月1日のツイートですね。 この文春の記事は重大な名誉毀損でネット掲載しないよう二度も顧問弁護士から通告。経歴を並べ立てるように語った。記者をメンバーすることも、などなど。事実無根の誹謗中傷です。文春記者からも法的措置を取るべきと助言を受けています。拡散も法的措置の対象となります。以上ですね。まあ、これも以前動画を作っておりますので、詳しくはこちらを見てほしいのですが、あ訴えるという話じゃないですよ。これなんてもう。 確かに一度、小西氏は産経新聞側を訴えて買ったことがありますが、それは事実無根の誹謗中傷を受けたパターンであり、それは小西さんが訴えるのも理解できます。しかし、一般人を訴えるとか言い過ぎだと思いますね。 また5月25日にはこのような発言をしていますね。自民党に入りたい一心で私に絡みついてきているそうだが情けない限りだ。これが大自民党の総務局長等の要職を務めた政治家の慣れの果てと思うと言葉もないし相手にする価値もない。文句があるなら直接言ってこいと睨んだら目をそらしていた。本当に小さい。 これもなこれは鈴木宗男議員を批判したツイートですが、鈴木議員が自民党に帰りたいかどうかなんてわからないのですよ。これ下手したら事実無根の誹謗中傷ですよ。そして愛とを睨んでとか、ガキかと。また5月26日にはこのようなツイートをしてますね。憲法99条は全ての国会議員に憲法尊重擁護義務を課しており、憲法違反を強行した与党議員らに憲法改正を議論する資格はありません。 以上ですね。まあ、これもまずい。そもそも憲法違反を強行したかどうかだって、小西さんの解釈です。そんな解釈に基づいて、しかもそんな条文がないのに、突然、憲法違反を強行した与党議員に、憲法改正の議論の資格なし、という趣旨の発言をして、まあ、そんなん俺が気に入らないから話し合いなんてする資格はないと言ってるのと同じですよ。それにそれだと、辻本清美議員は、刑法改正について語れない。 で、小西議員は自分の敵、自分たちの敵と思えばすぐに暴走して批判を繰り返しますが、これは少々まずいでしょう。挙句の果てに5月26日には、私は今国会で座ってランチを食べたのは数回だと思うほぼ毎日昼食は食べる暇がないのでカロリーメイトなどを常備している。ちなみに今日の昼は議員立法の作業とコロナ関係の政策の文書作成をしていた。菅総理が今日の昼は空いているかと大臣に聞けるのが信じられない。 ですって、うーん、こんな一昔前のブラック企業の上司が、俺はもっと忙しかったぞというようなことを言われてもね、自分がやるべきこと以上のことを無理にしてるだけじゃないのかな。だいたい最近も5月20日、午前の外交防衛委員会を中山副大臣が2分遅れたからと言って、留会にしたわけですから、その日は暇ができたんだから、飯もゆっくり食べられたでしょうに。 それが食べられてないというなら、そもそも無理な量の仕事を入れてるだけじゃないのか。それなのに、わざわざ総侶を小馬鹿にして。ねえ。 基本的に国会議員というのは当たり前ですが、政治家として仕事をしてくれたらいいわけです。そして多少の荒っぽい発言は別にいいかなと思うのですが、小西議員のように、他党の議員は散々馬鹿にするわ。批判的なコメントに対して訴訟をちらつかせるとか、そして今回ご紹介したおもちさん案件なんて、少なくとも文言上はおもちさんの方が正しいわけで、小西さんは、なんで違う意見を持つ人に対して法的措置をちらつかせるんでしょうか 政治家は批判されることは仕方ないのですよ。その批判などを通じて我々有権者は選挙において投票したりするわけですから、今回のような事案においてまで法的措置をちらつかせる小西議員の選挙は2022年。 2022年にも多くの方にこの動画を確認していただきたいものだと思うんですけども皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともねご意見ご感想ありましたらコメント欄にお寄せくださいそしてぜひともこっちの動画を見てくださいね小日さん関係ですからねでは次の動画でまたお会いしましょうバイバイ